ミルクサッカーアカデミーでございます箱根駅伝スペシャル特集でございます、ね、井上でございますノーミルク佐藤ですはい、というわけで今回は今回は学連選抜です、うん、うね。ということでございましてドン出ておりますけれども学連選抜というのはわかりやすく言うとどういうことでしょうはい、うん、えー、今回ですね、はい、箱根駅伝には20チーム、えー プラス一出るんです、はいわゆる二十一チームですね。えー、で,すねでもじゃあそのプラス一この関東学院戦バスに対し何者よとなりましたら、昨年の箱根駅で、うんうん、で、えー、トップテンに入ったチームはそのままシード校と呼ばれて予選会も何もなくすんなにまずそのまま決っあの決まっております。はい、えー、次も出ることもね。うん、それでプラス じゃあ残り十0個をどうやって決めるのかと言われたら、うん、10月11月頃に大体予選会ってものが行われましてそうそう、ね、トラック走ってタイムで決めるんですよね これね今ね昭和記念公園っていうところで大てハーフマラソンやってるんですよあそうなんですかそうなんです関東ローカルでそれしかも中継とかもしてるんですけどそれで10校決まるんですがなんで合計20校出るけれどもそれ以外にも大学ってもうたくさんあるわけでそれで予選会では残念ながら本選指数ならなかった大学っていうのはメンバーの平均値で上から上がってくるんですもんねそうですねだから個人でで強くても出れなないとそそうんす そんな個人で強い選手たちの上から集めたのがこの選抜ということは出場の他の大学のチームの,ームの選手はいないということね。それを除いたベストメンバーがここにそういうことでございます,す、ね、ただそれにもやっぱりちょっとあのサッカー的に言ったらオリンピックみたいなのと同じように制約があって同じ大学から2人は持ってこれないんですだかから各大学からあ。 一人だけの選抜なるほどね見どころ多く作るためにということです,、ね、ですでさらに言うと、はい、箱根を経験させたいいっていう理由もあるんですなので<ー>あの一度出た選手は基本的に出ないけ、はい、可能性が高い,ういうんん二度目はあまりないと思っていただいた方がという慣例があるとちなみにこの表の見方ですけどもね上に動画出てますけれどもこの箱根駅伝の概論とともに上にいろんな説明をしております分かりやすく言いますと学年別が4年3年2年1年ね え青から緑、薄い緑まで続いてそして足の性質ですね中距離、長距離、ダート、上り、それ上に書いておりますのでねご覧くださいそして下がオールメンバーそして上がまあ選抜予想先生のお見立て1区から十一区まで福ー袋で書いておりますとはいいうことでございますお願いしますちょっと学年全部興味ありますねはい、はい。一区吉里から始まりましてまあ吉里、山口、菅原、宮田、吉井というオーロそこからもうここまででいい感じの順位にいっておいてハッピーターンしてロー 六区七区八区八区九区十区と富山え船田えー、渡辺上戸井、うん、えー、竹上というふうに置きたいところではあったりするわけですよ。よ、はいうん、でその中でなんでなんでじゃあ僕がこういうメンバーにしたの、はい、こういうメンバーにこう設定してみたのかっていうところをいろいろとお伝えしていこうと思ってますけれども、はい。そうでしょう誰か何組なんで学年選抜が一番難しいんじゃないですか。そうなんですよあん<構>りました。去年優勝の東海大からシリーズ始まっていきなりこの学年選抜が二つ目なんですね。はいはい。はい もう,あのこれはもういろんなこと考えますなるほど一番最後は一体どこでで終わるししょうねままたニニヤヤてすけどもこれは本当だったらあの東海編だったら左上のより4年生のところからこう順番にこう紹介するなんてこともしていきたいんですがただちょっとこのチームはいろいろちょっと特殊なので。うんはい ええー、ちょっといろんな理由で、ちょっと順番あっちゃこっちゃするかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとお付き合いいただけると嬉しいです。ま,はい、まず、一区の吉里選手、な、うんで選んだのか、はいえー、吉里俊選手は駿河台大,大学出身なんですけれども。うんはいはい、出身、今、今、あ、そう、駿河台、<laughs> 駿河台大学。大学,ね、大学中なんですが。はい,はい。 福岡の大牟田高校というところ出身なんですよはいはいこれ名門でしょはい、で、あの東海大編で話したと思うんですけど東海大の4年生鬼塚翔太選手を僕は1区と予想していますでこの代名詞鬼塚そうなんですその吉里選手はだから鬼塚翔太との高校の先輩後輩関係でもあったりするとということは1区で相まみゆうだから vs 鬼塚先輩と書いてこれは先生の予想ですよね僕の予想です ただ可能性あるじゃないからそういうところで<ー>だって鬼塚先輩についていけば俺だって可能性があるってなったら学連先輩自体の順位が上がる可能性があるので、うん、そ,うかそういうような組み方はありじゃないかなっていうところで持ってきたところはありますね。する方はライフから 大牟田高校出身の吉沢土選手。三ですね。そうなんですよ。そして、続いて、ええ、今度はですね、二番手二区のところは。山口健選手。はい。これ左側一番下にデータを書いてますよ。そうですね。東京農業大学選手になるんですけど。なんと、この選手も福岡出身なんですね。今柳川高校。はい。で、彼のすごいところは忍耐力なんですよ。ええ、そもそも、これ、あの、全員ね。ええ、その各選手ごとの項目の右下のところに、シーズンで。 今年の2019年に出したベストの記録のものを乗っけているんですが先ほどの吉里選手とこちらの山口健選手の2人が1万メートルを29分以内28分台で走ることができる選手なので大会内にも何人もいない27分台が若干23名ほどいるのがそれは別格レベルの28分だったらすげえと思っていただければいいんですけどそのすげえのが2人いるわけです。だから 吉里と山口っていうこの二人は一区二区じゃないかって僕の考えがあるわけですよ。うんえー、だって最初でやっぱりもう流れを作りたいわけだからだ、ねうん、早い選手でとりあえず行きましょうよってところがありますので、はい、あと他に上戸井選手っていうのがいるんですがそこだけちょっといろいろ別枠なところがあったりするので。ちょっと後ほどそれはご説明させていただきます。でこの二人なんですがあこの人でごめんなさい山口選手なんですが、えー、それこそ早いよっていうところと忍耐力そしてスタミナがすごいんですよ。うん、なのもあって吉里と 先に行ってもらって、山口選手が2区のメンバーたち。肉、うん、の他の。 大学の方々っていうのは本当に相当早いエースでやってくるっていうところがあるからそこに食らいついていけるのは彼のほうが適性があるんじゃないかというところで持ってきましたよというところでございまして、はい、続いてが菅原伊織選手で、うん、ここも実は28分台しかも一番早いのが実は彼だったりするんですが<ー>なんでじゃあ1区にも2区でもないかっていうと、はいえー、彼の場合は城西大学といって、うん、今回はちょっと出ることができなかったんですが城西大学も結構、はい、いつもここ名門だというところもあったりはいはい、はい。 で長い距離走らせるのももちろん大事なんですけど、うん、エースと競らせるんじゃなくて。 一回もしかしたらそこで後ろになってしまうかもしれない、い区、2区でミスってしまった場合とか考えたときに、さらなるどんといける要因として、もう一人持っておく、うん、エースと対決になると、さすがに山口武尊選手も厳しい部分あるかもしれないという、保険材料として、ここも逆でもいいんですが、よりスピードを後から生かすには3区の方が適正なんじゃないかと思って、彼を持ってきたというところがありまして、ね、うんうん、先生これっての監督は誰がやってるんですか、監督東学連、ありがとうございます、そして、どのぐらいのモチベーションでこれ、望んでるんですか。わあこれはあ そこがからないですよねこれじゃあ大学この監督はそれもそもチームだけど大学じゃないんだから監督やっぱり分かんないですよね言っちゃえばまず今回に関して言うと麗卓大学の監督大じゃあそしてまたなんでんか学連のさが金かなんかって話もいろいろ出てくる持ち回りなのとかね。ねいろいろあると思うんですけどではなくてこれもね決まってるんですよ。 決まってる予選会で先ほど、うんうん、トップ10の学校が、はい、本選出場という話はしましたね11位になったチームの監督がこの学齢を面白い,す,いすごい 去年のシードが1から10まで、はい、そして残りの10枠を予選会で争う、はい、そこにギリギリ入らなかったチームの監督さんの指導力を買われて学連選抜の監督を、はい、そうなんです、えー、そして今回すごいのが実は一番下に書いているんですけどこの霊卓大前回今回2回連続で予選会のこの時点順位が11位だったんですただだんだん10位に対してのもう残り幅が狭くなってきて、えーね、次もしかしたら霊卓行くんじゃないかっていう状態なんですね そしてだからこそここの2回連続ででっってことがなかったんすだから今回麗拓を率いる山川達也監督史上初めてのこの学連2大会連続式というなるほどねでもこれだから麗拓大にとってはもうありがたい話なんですよだって監督がこの1区から10区がどういうふうな流れで、うん。 毎回いろんなレースが起こってるんだろうってこと監督の経験値を上げるわけなんですね。ということは本気だね。本気です。そしてちょうどですね次の4区が霊卓の選手じゃないですか。ね。そしてもう一個皆さんにお伝えしたいのがこれこの学連選抜がそれこそ優勝することだって可能性としてはありますよね。 シードってなっててなもよく分かんかかじゃあこのメンバーでまたやろうぜみたいな、うん、その飲み会み会たいいなな話はないわけです、ね、しかもだって4年生に至っては卒業しますから、うん、同じメンバーでやるってことは不可能なんです、うん、ということは来年のシードは校になるんです、うん、あ予選会に枠が増えるわけだ予選会が11位になるんですあっそうかということはもう出てない学校からしたら「頑張れ、うん、学連選抜と」とそうです だから、出れない学校の子たちだから、チート権を増やすためにも頑張るわけだ。そうです。出れない学校はもう、ここもう、よくできてる。よくできてる。いろんな応援の仕方があるわけです。ね、そうなってくる。ありました、そうか。はい、はい、はい、はい。そして、次の四区ですよね。はい。え、次が、今度は、え、そんな、麗澤大の、え、宮田。 両選手なんです。けど山川達也監督のお弟子さんですね。そうなんです。ね、これはもう彼はもうここに配置する以外、僕はないと思ってるんですよね。宮田両選手の特殊能力戦術理解。 理解これは表の見方シリーズでもお伝えしましたけど123巻間は流れを作るそしてオーロ全体も大きな流れを作った上でハッピーターンして6クの袋に持っていくってところあるんですね。で3区3区間やってきた後次の5区の山登りっていうところの間にいわゆる感想みたいな部分なんですよだからこそその4区でうまくつなぐことができれば5区の山登りメンバーに相当ないいアドス バンテージを渡す、はいはい、だったらそういうそういうもう職人派だなというかう、うん、もう相当なのの流れを持ってくるのは戦術理解度が高い選手が配置された方がいいとだから監督がここに似当たりを配置するんじゃないかというところを考えました。で続いて5区、はい、は吉井龍太郎選手、はい、彼だけ確か唯一経験者かな あの箱,の箱根を大東文化なんですけどただもともとが山の大東なんて,言われていたね大東文化っていうと僕やっぱ子供の頃ねお正月見てるとやっぱり顔ゆがめてね登りのスペシャリストみたいな男の子が下上がってるのよく見ましたよ緑とオレンジのそうなんですよ奈良治ですよ奈良治ってるだけ覚えてる僕奈良監督になりまして奈良監督らしいですねそして今年まあいけなかったのもあって退任が決定いたしましたけれどもそうなんですかそうなんです コ背負って山をかけながらるのがこのヨシイ選手でございます。上りのね足の脚質書いてますね。唯一ですねチームでやはりそうなんです。カレンが上りを頑張ってくれるじゃないか。るほど。そしてハッピーターンできた上でロックが山下り。はい。今度は富山ユイ選手ですね。ピンクがついてると思いますけど、彼はだからダートもういろんな脚質いわゆるもうアップダウンにも適してるってところがあるんですけど。年生何大学ですか。右の下に書いてますね。高校。 なんですよ。まあ、前橋育英高校から、まあ、育英大学、育英大学に進んだんですけど。育英大学、今までここ箱根駅伝を走ったことがありません。だから、もしかすると、彼。歴史に名前を残すかもしれない。調子上がってますから。そう、そして、山を外す、なんかいいじゃないですか。富山でしょう。あ、本当ですね。山を下ってくるところで、山から外れて、次のこの流れに。声を表すと言います。そんな感じありますよ。面白い。 で続いてが7区、はいえー、武蔵野学院大学の船田圭吾選手なんですが、彼、一つ特徴がありまして、射程圏内に捉えたりするといいんですよ、もともと、なんて言うんだろう、みんな一緒に走った状態から追撃するんじゃなくて、こう実際にこう自分が走ってる中で、遠くに、あ前の選手見つけたっていうふうになったりすると、うんうん、追えるんですね。こうういう メンタリティを持ってるんです,そうなんですだからこそ1区から5区っていうような前じゃなくて6区から10区でもこれからシード権を争っていくぞっていう中で彼配置しておいた方がちょっと面白いんじゃないかと思いました彼をちょっと入れて、ねはい、で続いてが8区、はい、なんと彼もそう彼の大学もそういえば今回は出ないというところでレベルが上がってきたなと渡辺明選手、はい、山梨学院大学山梨学学院大学も出れてないんだもん今回は出てることができませんでした。そうですか んかもう彼のミッションとしてはもう来期、自分たちがし、えー、予選会を通過するためのやっぱチームに持ち帰る先ほども言いましたけどうん、うん、予選会の枠をできるだけ11にしたりだとかだ、ねはい、もしくは彼自身がレベルを上げてまだ2年生ですからうん、うん、レベルを上げてこれ得たものをチームに還元することができればなっていうところはうははい、はいへ、はい、そうなんです、はい、山梨学院大学。 で9区に上戸井正弘選手、そうアジア大学の選手になるんですが彼はね彼もだからこのアップダウンこの9区も結構アップダウンというか激しいのでこういう選手がいたりするといいんじゃないかなってところもあるんですけど先ほど出てきた4区の宮田選手と高校の同級生というしかも学年も一緒、大学は違いますけどねね大大学学とアアジそうこんなところで最タッということもあなんかいいですよね、こういうドラマがある。 はい、でラスト十区なんですが、え流通経済大学の竹上瀬那選手。は,はいはいはい。もともとあのか、あの香川の小豆島。出身なんですね。うもう小豆島の。の年二、ね、年生ですね。ふ、うんじと伺っていただいたんですけど、<ー>そんな選手たちで揃っておりますよ。でそれ以外にも面白いメンバーが揃っておりまして、これだからもしかしたらこのメンバー以外にも来るんじゃないかなと思うのが。例えば三年生で森日向選手。うんはい、彼はあの山手学院高校という神奈川。 県の高校出身だったりするんですけど、要はあの戸塚付近にあるんですよ。はい。戸塚。申し子。はい、そう。いわゆる。 あの走路の近くに学校あるんですよなるほどそうだからもしかしたらなんか応援に来る人も多いんじゃないかと思いますしよねあと同じく2年生でこの右側え新大潤選手なんかは同じく神奈川県の希望が丘高校卒業で、はい、こちらも同じく,くそう近くにあるんですよだからなるほどねよ神奈川県内あるこれはいいねやっぱ神奈川東京出身の皆んはいいですね確かにそうなんですよだそういうパターンもあり得るんじゃないかなってこれは出たいねね、えー、のもありますしあとねはい、はい、僕ちょっとこの中に入れな なかったんですがなんだろう当日変更で入ってくる可能性高いなと思ってるのが隠れスター候補生と入れさせていただいた3年生の日日本本の山田直樹選手理系ですね、はいはい、彼の名前をちょっと覚えておいていただきたくて、うんえー、彼短距離だとそれこそあのこのシーズンベスト1万メートルだと30分を超えてしまっている選手もあるんですがただ。 彼ね 5000m とか1万 m だとうんていう状態なんですがフルマラソンになればなるほど距離が増えれば増えるほど彼、速くなるんですよだからフルマラソンの適席あるんだろうなと多分彼のピーク30代ですよ。いやももううう上そさあるわけですだから10代で目が出ないちょっと苦しいなんで俺こんな練習してるんだと目が出ない。違うんあと年で 彼はもうまだ多分むしろなんかあれな話ですけど<ー>シニアになってもできるんじゃないかと思うぐらいなのでこのあといろんな頭後の話し方をする可能性もあるメンバーだということです、ね、<laughs> そうなんですそういうところを見てほしいなってのもありますしあ,あと同じように同じく3年生今度左側専修大学の大石涼選手なんですがもともとこの黄色っていうところについてるのもわからお分かりの方もいるかもしれませんが逆に彼はその。 長距離ははそんななに得意ではない、うん、だからこそスピードランナータイプだからこそ4区とか7区に配される可能性はあるんじゃないかなというところ、うん、ただ宮田選手や船田選手よりかはちょっとタイムが遅いというところで今控えに今回僕は回したところもあるんですがだからこそそんな選手だからこそ残りのこの1か月のところでこう何クソっていう気持ちでえずっとこう自分の出番を待ってる可能性はあるかなと思いますし、うん、あと同じ四4年生の一番上阿部ー馬選手、はい、彼に関してはなんと大学東京大学。本当だすごい そうなんですよ。<ー>彼も全然可能性があると思っていて、なんなら肉とかでも可能性あるんですよ。うん、あのやっぱり彼も忍耐力耐えることができるから、うん、山口選手山口健選手と同じように。だからあの前の選手にこうついていく自分のあのベストは尽くせない出せないかもしれない。はい、それこそ。 メートル27分台28分台なんてのは出せないかもしれないただついていくことができるなるほどね耐えることはできるかもしれないでラストもう一人だけこれで最後の選手です上武大の4年生武田寛成選手僕はカレーも見たいところなんですね上武大皆さん見たことがあるでしょうか例年出てる大学ではあるんですが今年は出ることができませんでしたただ上武大の僕は学生大好きなんですよもれなく全員好きどうしてちゃんとねしあの やっぱもう疲れるじゃないですか。二十キロ走るんですよ。えーえー、皆さんまずできます？ 2 0キロ走るで,できないじゃないですかこれは学生たちでも難しいことなんですよ2 0キロ走るだもんだってただそれも疲れても倒れそうになる中で走り切った後絶対逆向くんですよその走ってきた走路渡した後,した後今まで走ってきた走路を向くんですよ向いてありがとうございました一礼してからちゃんと去るんですそれ何それ素敵な話素敵でしょうわあそうそれをやっぱりその伝統を見せたい,、うん、い見てもらいたい っていうところがありましてなるほど大大学、はい、中大学うーんいや先生この学連選抜っていうのはあれですねだからちょっとおまけというか、うん、そんな感じでなんとなく見ちゃう人も多かったと思うんですけれども。 一番ある意味いろ,んな一番いろんな情報が載ってる関わる人の人数が一番多い応援してる人が多いですねこう見るとしていろんなドラマもある彼らはそのいろんな全国の全大学の期待を背負ったこの16人そしてそれぞれの自分たちの学校のユニフォームで戦うわけですね学連選抜という助けをつなぐわけですねはあ面白い そんな学連選抜にもご注目くださいと僕はねもう上位に来てほしいですねですねみたいですね、えーえー、お願いいたします楽しみにし,しましょうああ今日も楽しかったありがとうございますというわけでえミルクサッカーアカデミーなんですけれどもですね、ねえー、今回箱根駅伝シリーズの先生にねやっていただいておりますということで今回は関東学連選抜についてお伝えしてまいりましたということで全チームこれね、えー、年末までに お送りできればと。はい。おそら最後一月一日になる可能性もあるはございませんが。やっていいはい。お手伝いただきたいなと。おります。われわれはサッカーのね、動画を毎朝、ええー、出しています。はい、てますえー、朝出してます。で、チャンネル登録して、お待ちいただけると、サッカーの方もね、ぜひ。お願いいたしますと。はい、いうことでございます。ライブ配信は月曜日の9時劇場ライブを毎月やっております。詳しくは、ご覧ください。というわけで。井上までございました。ノーミルクサトでした。ミルクサッカーアカデミー。 これね、駅伝またお会いしましょうありがとうございました学年選抜頑張ってください